デゴバート・キャンパネリス・ブランコは、キューバ・マタンサス州、プエブロ・ヌエボ出身の元プロ野球選手、コーチ。愛称は、キャンピー。いとこのホセ・カーデナルも元 MLB 選手。1961年4月25日に、カンザス・シティアスレチックスと保守として、契約を結び、器用な選手であったため、内野手に、コンバートされた。 マイナーリーグ時代の1962年8月にフロリダステートリーグで投手として登板した時には左右投げを披露したスイッチピッチャーであるがスイッチヒッターではない。1964年7月23日のミネソタツインズ戦で MLB 初出場を果たしジムカートから初打席初本塁打を放ち第4打席でもカートから本塁打を放った。 この MLB デビュー戦に本塁打は、チャーリー・ライリー、ボブ・ニーマン、マーク・クイーン、ウィルソン・ラモスが他に達成している。MLB では主に遊撃手として出場したが、1965年9月8日の、ロサンゼルス・エンゼルス戦で史上初の1試合、全ポジション守備を記録し、1番、遊撃手で先発して、回ごとに2類種3類種、左翼種、 中堅守、右翼守一塁守投手保守とポジションを変え、チーム記録を達成した。8回には、MLB 昇格後で自身初の投手を務め、2押し給、1被安打で1失点という内容であった。9回に、走者のエドカーク・パトリックと衝突して、負傷退場したが、試合は延長戦に入って13回に5から3で、エンゼルスが勝利した。なお、この時のアスレチックスは、 首位から30ゲーム離されていたため、キャンパネリスの全ポジション出場はプロモーションであった。この記録は後にシーザー・トーバー、スコット・シェルドン、シェーン・ホルターが達成している。1965年は51盗塁で盗塁王のタイトルを獲得したが、前年まではルイス・アパリシオが1年目から9年連続で盗塁王を獲得していた。 1966年は52盗塁、1967年は55盗塁、1968年はリーグ最多の177安打に加えて自己最多の62盗塁を記録し、1965年から4年連続となる50盗塁以上で盗塁王を獲得。1969年は盗塁王こそのがしたが、 MLB 記録となる12試合連続盗塁を達成。1970年は22本塁打を放ち、唯一の2桁本塁打を記録したシーズンとなった。42盗塁で5度目の盗塁王も獲得し、1972年は52盗塁で6度目の盗塁王を獲得。延長戦に突入した9月13日の試合では6度の、 閉殺プレーを演じ、アメリカンリーグ記録を樹立。デトロイトタイガースとのリーグチャンピオンシリーズ第2戦では、レリン・ラグローから3安打、2盗塁を記録したが、7回に足に当たる死球を受け、バットをラグローへ向けて投げたことから、ラグローと共に退場処分となった。チャンピオンシリーズの残りの試合と次のシーズンの最初の7試合に、出場することは禁止されたが、 ワールドシリーズの出場は許可された。シンシナティレッズとのワールドシリーズで、キャンパネリスは打率。179と不振を極めたものの、チームは4勝3敗でレッズを破り、初のワールドチャンピオンを経験した。1973年のボルチモアオリオールズとの、リーグチャンピオンシップシリーズ第5戦の延長11回裏に、最初の打者としてサヨナラ本塁打を放ち、 チームはワールドシリーズへの進出を決めた。ニューヨークメッツとのワールドシリーズでは第7戦の3回に2点本塁打を放ち、レジー・ジャクソンも2点本塁打で後に続き、チームはワールドシリーズ連覇を果たした。1974年のワールドシリーズでもロサンゼルス・ドジャースを4勝1敗で破り、チームは3年連続でワールドチャンピオンに輝いている。 ワールドシリーズ3連覇時は、レジー・ジャクソンと共に、打線の中心として活躍した。アスレチックス球団記録の通算1795試合出場7180、打数1 8 8 2アンダーを保持し、1976年11月1日に、テキサス・レンジャーズ、1979年5月4日に、カリフォルニア・エンゼルスへ移籍。 1982年は、メキシカンリーグのベラクルスレッドイーグルスとポサリカ、オイラーズでプレーし、1983年1月24日に、ニューヨークヤンキースで MLB に復帰したが、41歳となった同年限りで現役を引退。引退後は MLB で、コーチになることを希望するもかなわず、マイナーリーグの指導者を経て、西部ライオンズの一軍守備、走塁コーチ二軍守備、 総類コーチを務めた。就任当初は三類コーチを務めたが、うまく機能しなかったため、4月末から伊原春樹に交代。1988年4月28日に、金沢へ遠征し、イースタンリーグの巨人戦を終えた後、大金とクレジットカード、ワールドシリーズの指輪2個を入れた財布がないことに気づく。その後、グラウンドコートのポケットに入れて、 ダグアウトにかけておいたことを思い出したが、そこにはなく、チームメイトに盗難されたと主張。球団側は、キャンパネリスの主張を鵜呑みにするわけにもいかず、警察に、正式な捜査を依頼しなかった。見捨てられたと感じたキャンパネリスは、頭に、血が昇ったまま、シーズン途中の6月1日に、日本を去った。ありがとうございます。